はい、どうもおはようございます。4月19日、速化塾のここでございます。まあ、お金の問題解決をね、テーマにお送りしてきた、あ私の速化塾、隠居 TV なんですけども、現在ですね、サブアカウントからお届けしております。メインアカウントは2万本の動画をアップロードして、チャンネル登録の方が1万4000人を超えるね、まあ、今となってはあ大きなあ、私の10年間を込めたチャンネルになっていたわけなんですけども、 やっぱりね、2万本の動画をアップロードしていると、10年前には OK だったことも、今は利用規約上ダメよっていうふうなね、ことにもなってくるわけですよ。でも動画の投稿本数が多いですから、一つ一つチェックすることはもう不可能です。ということなんでね、私の YouTube チャンネルは、投稿数が増えれば増えるほど、規約変更による削除の対象になってしまう可能性が高くなってるんですよね。 つまりは、積み上げれば積み上げるほど、落ちた時のダメージが大きいということになってしまうんですよ。ということでね、たまにこうやってサブチャンネルからお送りするんですが、残念ながら今回警告を受けまして、4月の26日まではこのサブアカウントから応送するしかありません。通常のメインアカウントはその時まで新規の投稿がダメよということになってますんでね。まあでも今後のことを考えますとね、いつチャンネルが閉じられてもいいように、いろいろと考えておかなくてはならないかなと思。 はい、えー、二さん、おはようございます。昨日はね、メッセージの方、ありがとうございました。あのー、修羅の胸。いや、あれね、結構有名な作品だったということを覚えていまして、あそこから発生した作品がたくさんありますね。うん。あの、なんて言いますかね、今、人気映画っていうのは、どっちかというと、水戸黄門とかね、大岡一善みたいな、時代劇の部類に入ってきてるのかなと思うんですよ。お綾あちゃん、おはようございます。今日もよろしくお願いします。早いですね、やっぱりね。 うん、朝早いところ恐縮ですけどもね、まあ、そんな感じで人気映画っていうのがだんだんリアルタイムのものからね、うん、過去のものになっていってるのかなと思うわけですよ例えば昭和40年代50年代まあ仁義なき戦いっていう映画がすごくヒットしましたけどもあれっていうのは私たち視聴者さんからね当時の視聴者さんから見るとつい10年前とか20年前に起きたことなんですよねだから 今、令和4年で振り返ってみると、そうですね、うん、たまごっちの話を映画にしたよりももっと後ですよね。もうほんとつい最近の話ということになると思います。まあ、電車男っていうね、あのー、映画がちょっと前にありましたけども、あれもどっちかっていうと、公開当時はリアルタイムだったと思いますけども、今はもう完全にね、昔の映画みたいになっちゃってるじゃないですか。それからそうですね、私に言わせると、 まあ、ロッキーとかいうシリーズですか。シルベスター・サロルの映画なんですけども、あれももうね、俳優さんがお年を召されて、過去の映画っていうことになってしまいました。ロッキー・ランボーってのはね。つい最近まで新作が公開されていたんですけども、もう新しい作品が出てくることはないでしょうね。まあ、ジャッキー・チェンとか、リー・リン・チェンも同じですけども、なんかあんな感じであ、昔そんな映画があったよね、みたいな、そんなカテゴリーに人気映画っていうのも入っていってしまったのかもしれません。 その中で私が心に残っている最近の、まあ、をテーマにした映画といえば、人気をヘルパーですね。あれは草薙剛さんが見てらっしゃったんですけど、出てらっしゃったんですけども、毎週毎週ね、楽しみで見てましたね。もちろん、人気の世界とはすごく掛け離れたものですけども、人気と介護っていうのを合体したところに、まあ、新しいね、センシューショナルを感じたかなっていうところと、妙に草薙さんが言ってることややってることが、 なんかね、現代社会に対して筋を通してくれてるなっていうところが、なんかちょっとね、気持ちよかったところがあります。うん。それから、最近でしたら、ザ・ファミリー、ヤクザと家族ですね。これね、あの、コウジさんにお勧めされて、早速、ネットフリックスで見たんですけども、3回連続で見ましたね。これは。いや、これはすごい作品だなと思いました。特にね、あの、時系列が多岐にわたっていて、 昔のヤクザ、今のヤクザ、これからのヤクザっていうふうなね、三つのパターンで語られていて、もうすでに、あの、ヤクザの人権なんてもうとっくの通りないんだよみたいなね、そんな言葉がね、うん、なんかこの、突き刺さるのは、必ずしもそのヤクザという組織だけじゃなくって、私たち日本人全体にもう、君たちはもう、時代の、なんかこう、狭間に取り残された人たちなんじゃないのみたいなね、 ちょっと表現難しいんですけども、なんかね、独特の違和感というかね、正論を感じたところがあったかなと思います。ちょっと表現難しくてすいません。はい、えー、綾澤ちゃん、最近久保さんの後ろのボールプールが気になるです。子供たち、幼稚園、ボールプール大好きです。懐かしい。はい。大和くんのためにね、ボールプール作ったんですよ。ね。これ。このね、床の間から始まるボールプール。でも案外、大和くんあんまり遊ばないんですよ、これ。不思議とね。 はい、しえりさん、どうもご心配おかけしました。突然のサブチャンネルの移行ってのは、YouTube のね、あのー、警告ってのは急に来るんですよ。で、来た瞬間にもうね、メインチャンネルが使えなくなっちゃって、2週間の隔離措置ということになりますので、<laughs> なんかみたいですけどね、4月の26日からまたメインチャンネルに戻りますけども、それまではね、こちらのサブチャンネルがたまにこういう時に緊急的に発動するんですよ。告知ができませんので、申し訳ないですけども。 こうやってね、お知らせするのが遅れてしまいます。はい、すいません。あやさちゃん、しえりさん、なんだかお久しぶり。そうそう、私のせいです、これ。<laughs> でもね、サブチャンネルに移行しても、こうやってね、いつもの皆さんが集まってくださるのは、本当にありがたく思っております。しげみさんもよくお越しくださいました。はい、しえりさん、あやさちゃん、お久しぶり。ぴょー、ということでございます。相川さんももしかしたらもうちょっとでいらっしゃるのかもしれません。さあ、今日のテーマなんですけども、 ずっとお金の問題解決のことをお話ししてきました。時にはちょっとね、将来が不安になることとか、ちょっと怖いこととかお話してきたんですけども、ここら辺でね、50代、60代の方に、ちょっと昔を振り返っていただいて、バブル時代、50代、60代に聞いた、バブル時代の思い出といえば、経験者に聞いてみたというコーナーをお届けしようかと思いまして、アンケートがまとまりましたので、今日はね、ちょっと昔の懐かしくも楽しい話をさせていただこうかと思います。本当かよというふうにね、 言われるかもしれませんけども、私も学生時代見てきましたけども、これ本当だったんですよね。じゃあどんなことが本当だったのか、ちょっと少しずつお話ししていこうと思います。えー、50代とか60代の方々に、バブル時代ってどうでしたって聞くと、あの頃は良かったなーっていうふうな枕言葉で話し始める人が多いんですよね、はい。でね、実際にはどのような時代だったのか、今回アンケートを男女合わせて290人の方にお答えいただきました。 290人なんで、まあ数としては少ないんですけども、こうやってね、ライブ放送のネタにする分には、まあまあの人数だと思いますので、聞いていただければと思います。じゃあ、290人の方のうち、バブルを経験した方っていうふうにアンケートを取りました。そうするとね、イエスが58、ノーが42%ということでした。つまり、バブルの時代であっても、実感しなかった方も半数ぐらいいらっしゃるってことなんですよね。皆さん、いかがですかね。 そしてこのアンケートに答えてくださった方の中でイエスと答えたた方、圧倒的に女性が多かったです、ね。これはね当時は私もお姫様だったのよとすごくもてはやされたんですよっていう風に見えが入り込んでる部分も正直私は感じるんですけどもまあでもね男性は一部を除いてただ働くだけで個人的にその恩恵を受けていた人っていうのは思ったよりも少なかったなっていうのがこのアンケート結果から見えてきました。 つまり男性はバブルであまりいい思いをしなかった。でも女性は結構いい思いをした一部の男性からもてはやされて結構ね素敵な20代を送ったんじゃないかなと思います。それから20年30年経ってあの頃の私はもういないみたいな感じの落差を感じてるかもしれませんけどねはいえー、以下はですねイエスの方だけにお聞きしておりますつまりバブルを経験したというふうにお答えくださった方の中からの おいくつかのエピソードになります。あれはまさにバブルだったなというエピソードを教えてくださいということでお答えいただきました。はい。えっ、ー、と、ワンハウスさんおはようございます。お越しくださいました。ありがとうございます。えー、きよみさんおはようございます。しえりさん来れましたね。きよみさんのおかげですよ。ほんと皆さんがね、こうやって以前のアカウントちょっと停止中も動画を作ってくださったりとか、久保哲郎を探せみたいなコーナーやってくれたりとかしてね、まあ検索によってたどり着いてくれたりとか、 紹介の URL リンクを貼ってくださったりとかで、なんとかね、元に戻りましたけども、今回は、あの、本当に皆さんがこうやって朝のライブ放送に集まることによってですね、また新しい方にお知らせくださったことによって、なんとかできております。ありがとうございます。えっ、ー、と、コウジさん、任教は大和魂に似ていると感じますね。はい、えー、その通りでございます。あの、多分ね、うん、 男っぽさとかね、男気とか、女らしさとか、このらしさって言葉に一部拒絶反応を示す方もいらっしゃったりとか、男女の差はないよねっていうね。まあそういう言葉で、男女のなんかこの境目が、いいところも悪いところもなくなっちゃってきてるのかなと思いますけども、私的に譲れないのはね、やっぱこう、山和魂とか、危機感とかね、戦闘意欲なんですよ。戦う意欲です。戦うってのは何も、 パンチで戦えたわけじゃないんですよ。やっぱりこう、矛盾と戦っていくとかね。負けてたまるかって思うものとか、あの自分がやらなきゃ誰がやるんだっていう風な奮い立つ精神のこと、もう込みでなんですよ。だからやっぱりね、うん、日本の景気は確かに良くないかもしれませんけども、俺がこの日本を背負っていくんだみたいな気持ちが一人一人に足りないのも私事実だと思うんですよ。つまり、その任居の世界で、親のために命を懸ける。 っていうね、まあそんな精神があると思いますけども私たちは一体誰ののたために何をかかけててるのかなって今感じたりしませんか、うんまあ家族をお持ちの方はまあ家族のためにっていう気持ちもあると思いますけども思ったよりもお父さんが尊重されてなかったりね思ったよりも奥さんがあー尊重されてなかったりとかお子さんが親の所有物みたいになっていたりとかなんか学校がね 子供の人権をあんまり深く考えてくれなくって、悲しい事件が続発したりとか、第三者委員会とか隠蔽とかっていうのが起きたりとかね。昔からあったことかもしれませんけども、それでもね、私は思うんですよ、学校に対しては。親が乗り込んでいかなくて、誰が乗り込んでいくんだと思いますよ、私は、ね。だから、モンスターフェアレンツどんとこいですよ。私の場合は、あんた、うちの子を任してるのに何やってんだよ。っていうふうにね、いつでも怒鳴り込んでいく根性がありますよね。<laughs> その代わり、 言わしてもらううだけの寄付はしようかと思いま,すけど、ね、<laughs> まあ金でね、えー、なんか支配するわけではないんですけども尊重心はやっぱり学校の発展のためにいろんな設備費用がかかると思いますから、まあ、寄付もさせていただきつつでもその代わり、うん、我が子のため他の子のため学校教育にもきちんと親が参加する言いたいことは言わせてもらってやっぱりね無理を通せば道理が引っ込むではないですけども学校の先生方では 通せないこともあるんだよってことを堂々とお話ししていければなと思ってるんですけどね、ちょっと口うるさい保護者になりそうですけども、はいえー、ちょっとすみません、ヤマトダムシーはちょっとかけ離れちゃったかもしれませんけども、うん、やっぱりねあの、腹に一物溜めてではなくてあの、言ってすっきりがいいんじゃないかなと、遺恨を残さないように表現していこうかなと思うんですよね。えっ、ー、と、はい、千恵里さん、清美さんありがとうございました。と 清美さん、山本さんって方も問い合わせがありました。はい。山本恵子さんね。はい。私の方からもご連絡いただきました。あのー、返信をさせてもらいましたんで、来てくださるといいなと思います。本当に皆さんありがとうございます。愛沢ちゃん、友達のお父様がバブル期に家を買って、今では東京で4000万しないくらいの家を9000万で買ったらしく、結局、あの後どうなったのかな。うん。価値はやっぱり変動しますからね。その投資の精神が、 あの、バブルの時代を後にかなり養われたんじゃないかなと思うんですよ。財テクって言葉がバブルの時代の走りにありましたけども、何でもかんでも値上がりする、こう、駆け上がるとこだったんでしょうね。でも上がったものは必ず下がる。それがまあ相場ってものですから、こういうふうにね。バブル期ってのは上がった時で、バブルのら壊ったら下がった時。そして今は別のバブルが来て、またそのバブルが壊れてみたいな感じで繰り返しながら上昇していくのかなと思いますけどね。 見極めが大事ですよね。はい。えー、うみさん。孔次親分は、ヤマト魂そのものだわ。私もそう思うんですよ。うん、ね、あやさちゃん、孔次さん、かっこいいですよね。そう。このね、孔次さんのね、あのー、着物座り方っていうかね、うん、なんかこう、かっこいいんですよ。私の憧れるとこでもあります。運転中なのでチャットは、はい、孔次さん、チャットは、あの、お控えくだすって結構です。あの、ヤマト魂っていうかね、精神力で、 もう私たちにメッセージを送ってください。<laughs> 思えば通じますんで。はい。えっ、ー、と、清水さん、掃除なんそうなんですよね。工事応援分、最高。はい。えー、シェリーさん、工事さん、安全運転ね。はい。えぇ、ー、ヨシさんもどうもおはようございます。花粉症真った中ですか。いやー、ご用心ください。ね、よしみさんも、工事さんへのメッセージくださってありがとうございます。えぇ、ー、綾田さん、中学校生活、早速うまくいってないらしく、入学早々、今日、個人面談組んでもらいました。はい。 アイちゃん、ガンガン行きましょう。ね。私がね、アイちゃんの立場でも、もう遠慮なく、もう、モンスターペアでズどんと来いですよ。ね。遠慮してらんないですよ。ね。これちょっと不吉なことを申し上げますけども、あの、大津市とかね、旭川、北海道の事件もありますし、本当最初はちっちゃなきっかけなんですよ。それをね、ただ悪ふざけの延長とか、 こういうことはよくあることですよっていう風に、学校が異なるから主義を引くことによって、私たち保護者になんか分からないこととかが多いんですよね。で、当然子供は親に素直に話すかっていうと、やっぱり格好悪いし話しにくいところもあったりとか、お父さんお母さんに迷惑かけちゃいけないなっていうね、愛情も芽生えてくるところなんで、それがね、うん、いい方に働かないんですよね。黙っちゃうんですよ。で、何かあったのって言っても、なかなか言えなくなったり、言えなくなっちゃったからもう言わなくなっちゃったり。 心をでもやっぱり親がね命がけで子供を守らなければ誰も守ってくれないとまあ学校の先生を一律にまあ無能呼ばわりするわけではないんですけどもでも一部に一生懸命子供に取り組もうとするね先生がいても他の先生がねそれに水を差すってことは大いにありますんでね、うん、だからやっぱりね学校の先生に確かに いじめを止めたりとかね、子供たちのトラブルをどうにかする、是正するっていうふうな義務はありません。義務はないんですけども、でも少なくとも、教師になろうと志した瞬間は、仲良く楽しい、そんなクラスを作っていこうってみんな思ってるはずなんですよ。それを組織に入ると、自分の保身、出世、同僚への顔、こういうことによって、子供たちってのは後回しになっちゃうんですよね。だから私たち親がね、 DTA でであっててももなくても切り込んでいくといつでも目を光らせてますよと。と地域と親が見てますよ。っていうことで、プレッシャーをかけていかないと、先生はやりにくいかもしれませんけども、でも、税金で飯食ってんだから、ね、それこそ、自衛隊、軍隊の人と同じぐらいのプレッシャーを感じても、そんな悪いことじゃないと思うんですよね。もちろん、教員の方の労働環境は、それはそれで、 何とかしないといけないと思いますけども、それは私たち保護者の責任ではありませんので、そこに遠慮してね、言いたいことが言えないようになっちゃったら、これまさにみんなで隠蔽になっちゃうんですよね。ちょっとあやさちゃんの話とは外れたかもしれませんけども、私たちが学校に目を光らすことによって、学校が健全化に向かっていく。うん、これを、やっぱり、一心同体でやっていかないとね、三密体で、地域学校保護者でやっていかないと、 このまんまみんなで見て見ぬふりで子供たちが置き去りになってしまうかなと思うんですよね。はい。え、じゃあちょっとまたコメントに戻らせてもらいます。えっ、ー、と、きよさん。いやいや、先生は後ろのプールや振られるの。潮の人のためにちゃんと物申してね。<laughs> はい。ありがとうございます。えっ、ー、と、お、相川さん。ティオ、おはようございます。え、きよさん。あ沢ちゃん。子供を回るの親だから遠慮なく物申してね。はいと、はい。シエリさん。 さん教えていただきありがとうございます。シえりさんが教えてくださったんですね。やっぱりこう、持つものは YouTube 仲間ですね <laughs> あの。よくね、ネットの関係ってのは、冷たいとかねで、切ったら終わりみたいに言えますけども、私から見るとねあの、こうやってインターネットでつながった人によって、この今の私の暮らしや家族っていうものが成り立ってます。逆に言うとですね、リアルな人からあんまり恩恵を受けてないんですよ。 ですんで、インターネットで信頼関係が高まって、そして、まるでね、目の前にいるかのように、家族のように関わっていける皆さんに非常に感謝しておりますし、これからも、うん、このライブ放送を通じて、YouTube 活動を通じてですね、皆様の、こう、ど真ん中にいたいなって言ったらちょっと偉そうかもしれませんけども、まあ、ある意味ね、久保哲郎っていうその空間を使って皆さんが、より豊かなあ生活、価値観を共有していただければ、 あその意志勢になることにやぶさかではございません。<laughs> えっと、はい。えっ、ー、と、次、あやさちゃん。フリースクールや自宅学習を入学前から検討していましたが、その話をしていこうと思います。これね、私もそうなんですよ。あの、いわゆる学校っていうのは、集団生活を送るには向いてるんですよ。つまりは、代わりの聞く人間を一定のレベルで量産することには向いてるんですよ。ですんで、将来、企業人になるのにはいいかもしれません。 でも、独特な人はついていけないんですよ。特徴がある人はついていけないんですよ。それを隠して、放課後に活用する。部活で活用するってことになっちゃうんですよね。あくまでも、学校の稼働時間っていうのは、代わりの効く人間であること。みんなと同じ行動であること。誰かがイエスって言ったらみんなでイエスっていうこと。右へ習いが正しいとされている世界ですから、それはそれでしょうがないかなと思うんですよ。で、私はですね、あの、代わりの効かない 人間に子供にはなってほしいし、独特な人間になってほしいので、学校っていうところにはね、そういう意味では否定的なんですよね。学校が悪いというわけではなくて、私の教育方針とは合わないんで、フリースクールとかインターナショナルスクールのような、カリキュラムのないようなね、そんなあ学園生活を送っていただきたいかなと思います。そして時にはね、あの学校を休んで、家族でと旅に行くとかね、そういうふうに、学校も暇な時には行くみたいな活用の仕方を私は、ね、していこうかと思ってますね。 その代わりコストはちょっと高いんですけども <laughs>。はい、えっ、ー、と、よしみさん、こうじさん、皆さんおはようございますと。あいさあちゃん、アイカワさん、おはぴよ。<laughs> しえりさんもおはようございます。えー、こうじさん、皆様に認めていただいて、私も嬉しいです。ねえ、嬉しいですよね。アイカワさん、しえりさん、私の YouTube 発信が役に立ちました。いや、本当ですよ。アイカワさんの YouTube ってのは、視聴者さんがいらっしゃる。つまりは、誰かの役に立っているってことなんですよ。どんな放送もですよ。どんな放送も役には立つんですけども、 ただその放送を通じて収入を得たり自分の生活の糧に礎にしようと思ったら視聴者さんを増やしていくもしくはもっと深い付き合いをしていくっていうことになってきますのでまあ先日までね公開されていましたあの可動部みたいなカリキュラムを使っていただいたりとか自分の発信するテーマを決めていただくとこれはそのテーマに寄り添ったあ必要とされている人が集まってくるので商品販売とかが成り立ちやすいんでね、えー、また可動部につきましてその他につきましてね えー、愛川さんの方からもご相談いただければと思います。よろしくお願いします。えー、よしみさん、あやさちゃん、いいお母さんですと。はい。次、あやさちゃん。きよみさん、そうですね。特別支援学級のいいところ、悪いところ、いろいろありますけれど、その中で少しでも楽しく思春期を過ごしてもらいたいです。うん、思春期はね。そうですね。中学生ですもんね。えー、のクさん、おはようございます。皆さん、学校の悩みは親に言えなかったですね。自分の学生時代、そんな人も多いでしょうね。うん。まあ、なんて言うのかな。 親とはね、日常会話もしなくなる、そんな思春期も多くの方が過ごされると思いますので、10代っていうのは、そういう意味で、自分で何でもできると思っている自分で何もできない、そんな複雑な世代なのかなと思います。えー、きっとですね、ある一定の年齢を過ぎると、自分でできることには限界があるというふうに素直に認めて、そして人に頼ることの尊さとかね、人に頼られることのありがたさっていうのに重きを置くようになるんでしょうね。 はい。えー、清美さん。個性を活かすのが一番良いは、みんな一緒が良いとは限らないと思います。はい。えーと、これはね、そうなんですよね。で、私ね、こういう考えを持ってるんですよ。大多数の人が同じことをするから、一部の個性的な人が引き立つというふうに思うんで、みんながね、みんな個性的だと、これも困るんですよね。現実として。ただ、やっぱりね、すべての環境ですべての人が、大体同じってことはなくって、 例えば学校環境では平凡なんだけども、部活では一等中抜く存在になれるとかね。それから学園生活を送ってるときはそんなに特徴はなかったんだけども、社会に出たら引き立つみたいなね。そんなことがあると思いますんで、あらゆる場面で平均点っていうのは、そういう人は逆になかなかいないのかなと。必ず光る個性っていうのがどんな人にもあるんで、それをやっぱこう認めてあげたり褒めてあげる、うその他多数の人の存在が必要なんじゃないかなと思いますよね。 だから人が喜ぶこととか、人が癒されることって、どん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 私たちはね、表現していきたいですし、私もね、あのー、この小さな YouTube という空間で、誰かを褒めることとか、誰かをね、持ち上げることとか、プッシュアップしようと、ティーアップすることっていうのはやっていきたいんで、Zoom 対談などを多く用いて、その人が一番得意なことを、もっともっと紹介していきたいなと思っております。また、Zoom 対談のお申し込みいただければ、すぐに、えー、公開しますんでよろしくお願いします。えー、アイさちゃん、ヨしみさん。 親活動は一歩一歩ですね。ありがとうございます。ということでございます。私もね、こう持つ親になりまして、もう2年になりましたんで、同じ思いをさせていただきます。さあ、それでは、バブル時代のエピソードに戻っていきますね。まず一番目、タクシーについてのエピソードが多かったです。例えばこういうご意見ですね。経験がありました。会社からタクシー券を100枚束でもらった、現在58歳の男性、サービス業、専門職、 関連とといいうことでございます当時はそんな時代だったんですよね。今はタクシー券全くもらってないらしいです、はいえ。次。流しのタクシーを止めるのに1万円札を持ち手を振っていた。これはよく言いますよね。59歳男性、ソフトウェア、え情報処理、IT 関連の技術者ということなんで、この方は当時、IT っていう業種はなかったですから、当時はね、別の仕事をされていたんでしょうね。で、転職してそこで IT のこうスキルを 身につけたってことですかね。順調に時代に乗ってる方だと思いますね、こういう方は。次、えー、通勤時にバスに乗り遅れてタクシーを気軽に使えたこと、今では考えられません。52歳女性。そうですね。30年ぐらい前でしょうね、これはね。52歳の女性が、だから、社会に出て間もない頃、20代の前半だった頃じゃないですかね。バスに乗り遅れても、じゃあタクシーで行こうかなっていうふうにカジュアルに切り替えることができたということでございます。 この方はね、その他にも専業主婦の方何名からかと同じようなお話いただいております。タクシーも今はそんなにね、使わないようになりましたけども、タクシーがメインの交通手段だった時代っていうのは確かにあるんですよね。だから、タクシーのうんちゃんが一番儲かるんだよみたいな。まあそんな方もいましたからね、うん。はい、えー、愛沙ちゃん、会社で引き立つ、光る娘に育てます。うん、いいですね。 アイサちゃん、タクシーチケット、今は超優秀な人しかもらえないやつ。100万円とかすごい。かつてはそうだったらしいんですよ。うん、だから、あの、なんて言うんですかね。会社の内部留保って、かつてはすごく少なかったんですよ。なんで少ないかっていうと、すべてを社員還元してたからなんですよね。今は社員にお金を払うよりも、内部留保ってものを持っておかないと、時代が何が起きるかわかんないから、会社がね、お金をストックするようになったんですよ。 だから昇給も遅いんですよ。だから儲かってるのは儲かってるんですよ。会社っていうのは。まあ、バブルの時代よりも儲かってると言ってもいいです。会社、日本の会社は。儲かってるんだけども、それを全部ね、預金に回してるんですよ。なぜかっていうと、なぜかっていうとですね、投資する先がないんですよ。人材にも投資しなくなっちゃってたんですよ、それで。銀行からお金を借りて、そして投資して、経済効果を上げて、儲かった分を社員に還元っていうサイクルがあったのが、 バブルの時代だったんですけども、今はね、投資対象があんまりないんで、投資しなくなっちゃったんですよね。一番の投資対象が国債ですからね。あんな0.01%ぐらいのね、0.1%ぐらい。利回りの低い国債で投資したら、それはね、会社の経済効果なんて望めないですからね。本来でしたら、橋を作ったりとか、ビルを作ったりとかね。それから、うん、車をバンバン売ったりとか。 海外旅行のツアーを組んだりとかってあったんですけども、今すべてストップされちゃってますからね。はい。じゃあ次はボーナスの使い方にちょっとフォーカスしてみましょうか。えっ、ー、と、ボーナスの使い方。ボーナスが年4回ありました。というのが57歳男性の経験でございます。その他、専業主婦の方も働いていたときはボーナスが年4回ありましたってことございました。現在ボーナスがない会社がだいぶ出てますよね。 はい。えっ、ー、と、次。新入社員でもボーナスは最低半年分はあった。これ私も聞いたんですけども、同期で就職した別の大学のね、大王精神に勤めた子が、最初のボーナスが入社して3ヶ月目に70万出たって言ってましたね。<laughs> 何なんでしょうかね。すごいですよね。そのぐらい会社の内部留保をするんじゃなくって、人にどんどんお金を回していったってことなんですよ。 新入社員に70万とかあげたら、それでね、学生時代の友達と会おうかって話になるわけですよ。そうすることによって、取引先ってのの根回しをしてるわけなんですよね。で、実際その大王製紙の新入社員で入った子も70万で学生の友達と夏休み旅行に行ってね、そっからそれぞれがあの別の会社の新入社員ですから、人脈を作って将来のお互いの取引先関係に活かしたっていうふうに聞いてますよね。だから、 人材に最大限投資するっていうのは、社員の遊びにもちゃんとお金があ会社から回っていたってことも込みなんですよ。今、社員がね、なんか遊ぼうと思っても、自分の少ない給料から使わないといけないんで、それこそスマホゲームとかになっちゃうんですよね。<laughs> はい、えー。じゃあ3点目、えー。ボーナスが2倍もらえた。サービス残業もなかったということで、残業すれば必ずね、手当がついていたってことなんですよ。うん、まあ、そういう時代確かにありましたよね。 なんでそこまで従業員にお金が回ってきたかっていうと、先ほどお話したように、当時は内部留保って考えはなかったんですよ。会社ってのは儲けた分、社員に分配して、要するに社員をファミリーだと思ってたんですよ。で、緊急でお金が必要な時には、銀行がいつでも貸してくれたんで、貯金する必要が内部留保する必要がなかったってことなんですよね。はい。そんな感じでボーナスの回りも良かったっていうことでございます。当時ボーナスをしっかり受け取った方はね、そのボーナスを活かして、 今に繋げてるでしょうかっていう、まあそういう疑問が残りますということでございます。あいさちゃん、日本終了のお知らせ。ねえ。えっ、ー、と、ノクさん、バイトでもボーナス出た時代。そこまで公開じゃないけど。確かにね、バイトでもボーナスが1万円とか2万円とか出てたと聞いております。私はちょっと経験ないですけどね。まああってもおかしくない時代でしたね。えー、あいさちゃん、ボーナスもらったことないというか、ボーナスがない会社に正社員でいた。<laughs> うん 確かにね、ボーナスがない会社も、ありますよね。特に外資系とかってボーナスがないですからね。ボーナスって日本独特の文化ですから、例えば、お盆に長期休暇を取るために皆さんお金がいるでしょっていうふうに、社長が自分の裁量でね、の配ってくれた、茶封筒の時代から生まれたものですよね。それから年末年始、しばらく社員のみんなに会えないよねってことで、年末年始いろ、いろんな会社が閉めてたわけですよ。いろんな会社が閉めて、いろんな店がやってない。そういうふうな、 日本ね、みんなで、国民みんなでお休みを取るときに、休みの間にこれ使ってよみたいな感じで配ったのがボーナスの走りだっていうふうに言われてますけどね。はい。あやさちゃん、初めてのボーナスはコロナの危険ってなって、事態を反映してますね、これをね。はい。じゃあですね、ボーナスの次は、経費という3つ目のテーマでお話ししていこうかと思います。のくさん、昔は法人税に会社は取られるから還元したの。そう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 。 社員に今は消費税が法人税減税に使われる。そうなんですよ。さすがの奥さん。ね派遣社員からいろんな世の中を見てましたね。その通りなんですよね。はい。三つ目。経費の使い方でございます。会社の接待費が使い放題。帰りのタクシー代も使い放題でしたというのが53歳男性。 私よりもだから、3つ4つ上の人でも、こういったバブルの恩恵ってのはあったってことなんですよね。だから私はギリギリ恩恵に預かれなかったんですよ。あの、すごいバブルの世の中に出てくんだなと思ったら、自分の時にはそうならなかったってことなんですよね、えー。総合商社関連の営業の方でございました。次。何度も飛行機で出張し、ホテルに泊まれた。77歳男性。ああ、この方の世代はそうですよね。いざなぎ景気もあり、 高度経済成長もあり、極め付きはバブルで絶頂期を迎えて、その後のバブル崩壊の時にはもうすでに現役を引退していたんで、給料が下がっていく段階だったんで、一番いい軟着力をされた世代だったんじゃないかなと思いますね。はい、えー、次。雑誌で紹介されていたレストランなど、週末にはよく訪れた。会社の経費でということで。そうそう。だから会社の経費を使って、 いろんなお店、飲食店が使われますんで、飲食店のオープンっていうのも多かったと思いますよ。で、飲食店はオープンしたら流行るんだけども、オープンしてしばらく経つと、別のオープンに負けちゃうんで、オープンしちゃ改装、オープンしちゃ改装みたいなことを繰り返すようなお店もありましたよね、はい。ということでございまして、皆さん、経費の使い方も大盤振る舞いだったというのがバブルの時代でございました。4点目、就活。 さあ、会社に入る前にはどんな就活があったんでしょうか今、就活はね、氷河期世代から引き続いてずっと難しいわけなんですけども、特に採用の人数がすごく減りましたんでね、新入社員はもう5年も10年も取ってないよって会社も珍しくありませんよね。はい、就活でございます。就職活動で会社に行くだけで交通費プラスアルファをもらえた49歳男性。えー、私と同じ世代ですね。私も今49ですけども、 大学を卒業する前の年に就職活動したんですよ。トヨタ自動車の面接に本社に行きました。そうすると交通費が出てました。確か2万円だったと思いますけどもね。ですんでトヨタ自動車何社か受けたんですよ。そのたんびになんか2万円とは限らないんですけども、5000円だったりなんだりしたんですけども、確かにね、お金もらいましたね。うん。私はそれギリギリ経験しました。 まあ本当にね、あいい会社だなと思いましたけども営業きつそうだなとも同時に考えましたね。はい。次です。就活中の OB 訪問のランチやディナーやうなぎはステーキなどの豪華なものばかりだった。あ49歳男性、通信関連です。私と同じですね。あの確かにねあの、就職活動したりとか OB 訪問すると必ずランチの時間に誘われたんですよ。でそこではいろんなものをおごってもらいました。 当時、大学3年の私ですから、食べたことのないようなね、ランチをね、いろいろ独そうになって、いややっぱりサラリーマンってすげえなーと思いましたね。当時私が見ていたテレビ番組が、お金がないってやつでしたよね。今でも好きなんですけども、あの、主人公の萩原健太郎みたいにね、なんかこう、ひょうひょうと生きていけないかなと憧れたもんでございます。はい、就活のエピソード、第3番目。会社訪問で採用と言われ、その後何度も、 食事は飲みに連れてってもらった48歳男性、食品。これね、私も同じ経験あります。マリンポリスっていうね、あの、お寿司、回転寿司の、あの、本社の説明会があるっていうんで、行ったんですよ。説明会にですよ。説明会に行って、社長と30分ぐらいお話したら、あの、採用になりました。それだけで <laughs>。で、家に帰ったら、その日のうちにね、採用通知がもう入ってたんですよ。普通のハガキで。 だから、2、3日前にも採用通知を送ってくれたんですよね。<laughs> つまりね、当時ね、外食とか、うん食品関係っていうのは、まあんまりね、ずっと人が入んなかったんですよね。やっぱり、広告とかアパレルっていうのにずっと人が集中してましたんで。だから飲食業界って、全然リクルートにうまくいってなかった時期が長かったんで、特にね、その年、私が就職活動した年には、 今日49歳、48歳の方もこうやって書いてますけどもあの、待遇良かったです。採用されるまでは。採用されてからは結構大変みたいですけどね。はい。えっ、ー、と、あいさちゃん、今は経費削減って言葉しか聞かないわ。そうですよね。うん。で、しえりさん、楽しみながら学べて、やっぱり大好きな番組です。<laughs> ありがとうございます。<laughs> これからも楽しい番組を作るようにね。 私自身が勉強していきますね。愛いちゃん、今面接行って交通費をもらえるのって女の子のヤッぐらいしかない。<laughs> そう、そうね。<laughs> 女性はね、体験というコースもありますからね。今日体験で入れるみたいな感じで面接に行った瞬間言われるとかね。はい。ちなみにこの番組が楽しいのはね、参加している皆さんがコメントを書いてくださる方なんですよ。特に私のね、テーマとかトークが楽しいわけでは。 ちょっとないかもしれないですね。まあ、楽しくできるように私も盛り上げていこうかと思いますけども、はい。じゃあ、5番目。バブルの時代どうだったですかっていうふうに50代、60代の方に聞いたら、ディスコっていう話題が上がりました。時代をやっぱり表してますね。えっ、ー、と、44歳男性。あ、若い方ですね、結構ね。えー、その他、専業主婦の方、何名かの方が、ジュリアナに通いまくったっていうふうに書いてくれてますね。だから多分、 東京都心の方ですね、この方はね。私、当時岡山にいたんで、ジュリアナって存在は知ってたんですけども、とても通える距離じゃなかったんでね。はい、次。東京のディスコのお立ち台で女の子が下着だけで踊っていた。しかもお立ち台に行列ができていた。54歳男性。空間デザイナーさん。うん、なんか私もね、当時のテレビで見たんですけども、本当、下着というか水着みたいなんで、女の子がね、 ひらひら、ンスで踊ってましたよね。あれは一体何をしていたのかなと思いましたけども、でもバブルと聞くとあのイメージがやっぱり浮かんじゃいますね。うん、はい、あやさゃん。ジュリアナ東京が亡くなった時は時代の終わりを感じました。そうそう。まさかと思いましたよ。え、これが亡くなるのみたいな。なんでみたいな。でもすでに時代の限りを感じてたんでしょうね。はい。 次。学生時代初めてディスコに行った時、ほとんどがイケイケの女性客ばかりだった。イケイケって言葉もなんか当時を示してますよね。こんな自分でもなぜか多くの女性の視線を感じることができた46歳男性ということで、結構若い方ですね、この方もね。46歳男性で学生時代にディスコに行った。まあ確かに学生時代になりますよね。多分この方だったら大学1年生ぐらいの時にディスコに行って、本当にバブルの末期の末期だったんでしょうね。 もしくはもう終わっていた時ですよ。バブル絶頂期っていうのは1991年で、92年、93年はどんどんバブルがね、崩壊していって、親お,おかしいなと思われてた時期ですから。だから、ディスコの最後のブームの尻尾を掴んだのかもしれないですよね。はい、こんな自分でも多くの女性の視線を感じることができたということで、多分そのね、女性たちは、 この男性だったらかもれるかもみたいな感じで見てくれてたのかもしれませんね。当時の私も多分同じような感じで見られてたと思います。はい。次、6番目のテーマ行ってみましょうか。もう6時過ぎましたんでね。そろそろまとめに入っていきます。テーマあと2つです。6と7。6番目、ファッションです。えー、っと、ボディコン着てセンス持って踊っていた人を見た39歳女性。うん、確かに39歳の女性ともなると、バブルをお全身で受け止めたっていう世代ではないですよね。 見たっていうことでしょうね、きっとね。はい、次。まさにワンレンボディコンハイヒールでした。というのが58歳の女性。はい。58歳の女性でしたら、当時は美しい、絶頂期の20代だったと思いますので、まあ当時のね、一番流行りと言われていたワンレンボディコンハイヒールだったのも無理はないと思います。男性はね、切れ味とか言ってね、なんかチノパンに、なんかコンブレっていうのがスタイルでしたけどもね。紺色のブレザーね。<laughs> はい。3人目は、 自分はまだ幼かったが、おばが普段着でよくボディコンを着ていた。<laughs> ボディコンって最近ないですよね、でもね。えー、こう言ってくださったのは33歳の女性です。はい。えー、今日アンケートに答えてくださった中では、最年少じゃないですかね。50代、60代の方を中心にアンケートを取ったんですけども、30代の方もこうやって中には答えてくださる方もいるんだなと思った次第でございます。それでは最後のテーマ。 その他ということで、細かい意見がいろいろありましたので、最後にこちらを紹介して、今日の放送は終わっていこうかと思います。あいさあちゃん、私が小学生の時にバブル崩壊していたので、40代ならバブル期体験していると思います。あ、そうなんだ。あー、なるほどね。40代ならギリギリバブル体験なんだね。で、私はね、えっ、ー、と、23歳で社会人になった時には、バブルが多分、 全部は終わってないけども、絶頂期ではなかったかなっていうようなね、この、ちょうど時代の境目ぐらいだったのかなっていう感じはしますけども、それから数年経ってバブルっていう言葉とかバブル崩壊っていう概念が、あの、付け加えられましたんでね。やっぱバブルの、その瞬間っていうのはバブルって言葉すらなかったですからね。財テクブームみたいな言葉が踊っていたのかなと思いますけどじゃあ、その他、7番目でございます。こういうお話もありました。 毎日家内は株で数十万円お小遣いを稼ぎ、私は家業で万札が溢れ、毎晩クラブ通い、66歳男性。まさにバブルを真正面で捉えた世代じゃないですか、この方は。だからバブル体験者ももう今ね、60代とか70代になっちゃってるってことなんですよね。はい。え友人が1億円のマンションを購入したら、次の日3億円で買いたいと言われたこと、悩んだ末、 友人は入居せずに売ってしまったという62歳の男性です。これね、実際にあったんですよ。というのが、土地っていうのは1個しかないわけなんですよね。で、その上に上物が立っちゃうと、そこの土地に住みたかった、もしくはそこの家場所に物件を持ちたかった人って、どうしてもそこが欲しいわけなんですよ。だから割増しでも買いたいんですよね。そんな感じで土地の値段っていうのはどん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 上がっていったっていうのが当時の現象だったと思います。はい。次。 お昼休みにタクシーに乗って、うなぎや天ぷらを食べに連れてってもらった46歳女性。えー、お昼休みにタクシーね。すごいですよね。その日の営業って何が、どう売れて、どう利益が取れたんでしょうね。そんなね、ランチにいちいちね、5000、1万円のものをタクシーで食べに行ってたら、あらり飛んじゃいますよね。今の感覚だったら。そのぐらい当時ってのは、 さっきもありましたけども、1億円が次の日に3億円になるみたいなことが、よく起きてたんですよね、はい、次。彼女の誕生日祝いに、ディナーワイン、総額6万円。合わせて、年齢分の赤いバラの花束。53歳の男性。かなりキザですね、この方はね。気が合いそうです。ありがとうございます。はい。その他にも、ブランドは、あ、プレゼントはブランド品で、食事代は一度も払ったことがないという女性も、 ね、おりましたし海外旅行に年10回は行っていたこれはちょっと盛りすぎなんじゃないですか年10回って毎月じゃないですかで定期預金のリリースが8%だったこれはねほんとそうなんですよ10年でお金が倍になった時代ですからねだから貯金をすごく勧められてました貯金が一番儲かる商売するよりも貯金が一番儲かるって時代だったんですよだからねあのー、日本人貯金が好きっていうのも当時の日本人は貯金が好きなんですよ当たり前ですよねだからね あるね、あの、石油王が日本にお金をなんか700億だかなんか預けて、で、えっ、ー、と、決済して300億儲けたみたいなことがありましたけどね。銀行金利だけでそんだけ儲かったんで、世界中から日本の銀行に預金を預ける人がいたっていう時代だったんですよ。だからお金が集まりやすくって、ジャパンマネーズナンバーワンになったんですよね、きっと。アメリカのロックフェーラーセンターですら買ってましたからね。 はい。で、最後に、道にお金がよく落ちてたっていう驚きのエピソードが寄せられました。これはね、竹やぶに3000万円っていうニュースがありましたよね。なんかね、あの竹やぶにね、お金が落ちてるの。ボストンバッグに入った3000万が。で、日本全国で竹やぶをね、お金があるんじゃないかなって探す人が出てきたんですよ。そしたらまたあったみたいなね <laughs> またあったっていうのが何回か続きましたよ。で、あの、もう処理しきれなくなったお金を、 そういうのはな道端とか山に捨てる人が当時出たんですよ。まさに金余りですよね。どうなっちゃったんでしょうね、もうね。<laughs> 今は金余りどころか、その辺ひったくったってね。もう、一円札だって出てこないですよ。はい、えノ、ー、クさん。吉田栄作さんが着ていたコンブレファッション。流行ったな二22歳ぐらいでバブル崩壊直前、直後かなと、私は。そうそうそう。うん。なんか、結構複雑な時代で、 経験した方もいれば、気づかなかったと思う方もいれば、乗り遅れた方もいれば、バブルが終わったのに資金をどんどん突っ込んで、そのままなくなっちゃった方もいればですよね。はい。あやさあちゃん、コンブレとかボディコンとか、懐かしいよ、ほんと。私もコンブレは買いましたね、大学生の時。に。将来使おうと思って。懐かしいなぁ。うん。あやさあちゃん、ファイヤーし放題だったんですね。こんな不景気しか体験してないので、羨ましい。うん。でもね、あやさあちゃん、あの、 結構不思議なことなんですけども、高度経済成長も、いざなぎ劇も、バブルの時代も、経験しているのにも関わらず、60代、70代、結構お金がないんですよ。例えばね、60代以上で、貯金が100万円以下の人、いわゆる生活困窮者って言われる方は4人に1人なんですよね。そして、老後破産っていう言葉があるじゃないですか。老後破産っていうのは、将来の、 今の若者が将来老後破産しますよっていう警告ではなくて、今現在の70代、80代で、4人に1人が破産状態だってことなんですよ。で、子供たちにも助けてもらえるだけの余裕がないし、貯金はないし、生活保護もなかなか足りないし、年金もかけてなかったみたいなね。つまりは、いい時代を過ごしてきたんで、生活の水準が落とせずに、そのまま収入が減るのに、暮らしはそのままとか。 莫大なローンが残ったまんま返せなくなっちゃったとかね。バブルの時代に30代、40代で高額なね、1億円を超えるような家を買った人とかっていうのは結構いたと思いますけども、それから1億円の家も2000万円ぐらいに暴落した時に、返済だけは変わらないわけですよ。で、自分の家を競売に出しても当時の価格はつかないんですよね。しかも同じような方が同時期に競売に出すから値段だたさがりになるわけですよ。 そういったこともあって、いい時期を経験したんだけども、でも、今お金がないっていう状態の60代、70代の方も、まこう、いるのも現実なんですよね。だから、いい時代を経験したからといって、その恩恵に預かれるかっていうと、そうではなくて、それは本人の裁量次第なんですよね。裏を返せば、今みたいな時代でも、自分で何とかできる部分があるので、 少しでもお役に立てればなと思って、お金の問題解決についてのテーマをね、これからもお送りしていこうかと思います。というのが今日のまとめでございました。皆さんありがとうございました。あやさあちゃん、お金の感覚が戻らないんですね。戻りにくいでしょうね、きっとね。特に、お金の感覚を戻すだけだったら戻っても、例えば、20年とか30年のローンで買ってしまったね、あの、ボートとかね、車とかね、取り返しがつかないわけですよ。 中には、例えば30年返済で土地を買ってね、在宅だとか言って、1億円とかを投じちゃった人もいるんですよ。そうなるとその土地ってのは、もう二足三文になっちゃうけども、返済だけは1億円分残るわけですよね。あの、別荘地とか、あの、開発途中で放棄されたところって結構あると思いますけどね。那須高原の別荘地とかね。うん、なんか、その熱海なんてのは、すごい代表的な例ですよ。熱海にも私行った時にね、何回か行ったんですけども、 山のね、不自由なところにビルが結構建ってるんですよ、マンションとか今はもうね、二足三門ですよ、本当。あとはリゾートマンションとかですよね。あの、新潟の方にもありますけども、スキーを滑るためだけにマンションを買う人がいたんですよ。冬の間しかそこに住まないのに、それを10億円とかで買っちゃってね。今10万円で売ってますからね。はい。あ、シエリさん、楽しかったですかありがとうございます。お疲れ様でございます。 えー、のくさん権利的な収入源を作り込んでいる最中万が一それが消えた時の準備をしなきゃね。はい、そうですよね。ノクさん、準備が大事ですよ。だから、いろんな未来予測ができるんですけども、その未来予測に対してどんな準備をしておくか、うん、これも難しいですよ。未来予測が当たるか外れるかわかんないですし、未来予測に対して自分の準備がきちんと適正に作用するかどうかわかんないですからね。 いや本当にね、あの、ビットコインを持っておけばいいのか、ビットコインがこれからね、100倍になるっていう、そういうような試算もあるわけなんですよ。えというのがね、通貨っていうのは流通の速度が早ければ早いほど、その価値を高めるらしいんですよ。で、昔っていうのは現金を移動するのにものすごく手間がかかったんで、現金の流通っていうのが遅かったんで、だから儲かりにくかったらしいんですよね。でも最近はね、電子送金っていうのができますから、あの、クレジットカードとかね、 え、市場規模をどんどん広めていくってこともありますし、取引が一日に何回もできるでしょ ?FX にしてもそうですし、株にしても一日に何回も取引できるんですよ。それこそ数十万、数百万でお金を行ったり来たり行ったり来たり何回もでもできるんで、トラフィックって言うんですけども、それが増えた分だけお金ってのは価値を帯びやすくなったらしいんですよ。で、その最たるものがビットコインらしいですよね。ビットコインは、その国をまたぐ決済手段として初めて出てきましたんでね。 だから規制をかけない限りは、そのビットコインの価値が100倍になるっていうのは、本当にね、30年2030年代には起こるんではないかなと思います。でも、おそらく規制はかけてきますんで、各国は。ビットコインを禁止してる国もありますからね。そのぐらい、自国の法定通貨が使えなくなることによって、自国の国民がコントロールできなくなること、つまり国家の崩壊っていうのは、国の権力者にとっては一大事ですから。ですんで、そういうふうになってきてるんじゃないかなと思います。 つまりはビットコインが便利になればなるほどビットコインは使えなくさせられちゃうってことなんですよね。中央集権じゃないはずのビットコインがまさにね、利用禁止になれば、まあ、誰も逮捕者が出なくても、中央集権ではないにしても結局は、うん、使えなくなっちゃうのかなと思うと、決済のタイミングも大事ですよね、結局ね。どうなんですかね。10年、100年と思っていけば、 ビットコインで億万長者になれるかもしれませんけどもあくまでも規制が入らなければって話ですからねビットコイン自体にはポテンシャルがあるんですけども、うん、あらゆる国がこれ使えません違法ですビットコインは違法行為ですっていう風になっちゃうとお手上げですもんね <coughs> え清美さん土地もバブルの時はここの土地も奥で買いたいと 宝石会社から言われていたけれど、親が売らなくてよかったです。あ,あ、本当ですよね。清水さん、お金の感覚も戻らないらしいですが、体の死亡の感覚がもっと戻ります。<laughs> なるほど。ノクさん、タクシーも昨日乗りましたが、決済はスイカで、楽チン、電子マネーは便利。そうですよね。はい、ノクさん、なくなると思っています。暗号通貨。うん、難しいでしょうね、きっとね。はい、じゃあ、関係おじさんがいらっしゃったことで、今日も放送を終わらせていただきます。 1>, 1時間に及ぶお付き合いありがとうございました。ではまた明日放送しますんで、えー、またこのチャンネルを合わせてくださいね。それじゃ。だから他の財源も振っています。うん。確かにね。ノクさん、あのぐらい資産があると振り分けも結構できますよね。通常は1点に資産を置いたらもう分散できないぐらい資産って少ないんですよね。ほとんどの方うん。だから余剰資金を作る あの基本的にはビジネスセンスを身につけるのが一番の近道なんですよ遠回りのようで好きな時にお金を生み出せるようなねお金の稼ぎ方っていうのができればいいんですけどねじゃあ以上でございますありがとうございました、うん、また明日会いましょういってらっしゃい お金でお金が増やせますもんね、今ね。だから、少ないとお金でお金が減る状態なんですよ。ある一定の金額までいくとお金がお金を運んでくるんですけどね。お金が少ないとどうしても払う状態になっちゃうのかな。だから、金利を受け取る方なのか、金利を払ってる方なのかで分かれるんじゃないかなと思いますね。頑張りましょう。